皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。築38年中古住宅のセルフリノベーション、今回は1階の天井と壁を仕上げていきます。もともと1階は LDK と和室の2部屋に分かれていましたが、和室を解体して壁を抜いて一つなぎの空間にしました。まずは天井の下地から作っていきます。床から梁までの高さを測ります。床の付録を修正したおかげか、ほとんど、高低差はありませんでした。高低差がないということは、レベル調整なしで床に対して水平な天井が作れます。なるべくですね、天井を高く取れるように梁に直接ノブチを取り付けていきます。ノブチには 60×40mm の木材を使用しました。これを石膏ボードのサイズに合わせて等間隔に取り付けていきます。次に石膏ボードを貼っていきます。まずノブチの間隔で墨付けをします。石膏ボードはですね、かなり重いので一人で貼るのはとても大変でした。というか多分道具がないと無理ですね。そこで相棒の突っ張り棒さんに来てもらいました。頭と突っ張り棒で支えながら位置合わせをして、なかなか合わないですね。そして気を抜くとこうなります。はい、やり直しです。200mm 程度の間隔でビスを打っていきます。3箇所ほどビスを打ったらだいぶ楽になりました。視聴者さんの中で一人石膏ボードの良い方法をご存知でしたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。この部分はですね、ちょうど上がベランダになるんですが、排水パイプが梁よりも下に来ているので、この部分だけ吊り木でノブチを下げて天井を孵化します。ちなみにこの部分だけ外部に接しているので、スタイロフォームで断熱しました。両端の高さを決めてから中間の吊り木を取り付けていくと水平を取りやすかったです。はい、これで天井の下地がほぼ完成しました。次に壁を仕上げていきます。和室は柱が出っ張っている新壁作りなので、板を張れるように下地を作る必要があります。柱は壁から 18mm 出ています。
ちょうどねホームセンターに18ミリ厚の木材があったのでこれで組みました。これもボード裏の下地にビス打ちしていきます。下地ができたら針葉樹合板を釘打ちしていきます。この針葉樹合板の壁の仕上げ方はナンバー13の動画に詳しく載せていますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。概要欄にね URL を貼っておきます。エアコンはですね、ドレン排水がたまらないように配管が外に出ている方を少しだけ下げて取り付けると良いそうです。こんな感じでね、一続きの LDK ができました。細長い空間なのでいろんな使い方ができると思います。はい、じゃあ次ですね、天井を仕上げていきます。同じように針葉樹合板を貼っていきます。石膏ボードは釘が効かないのでノブチのある場所に釘打ちしていきます。天井と壁の板を張り終えた後に問題になるのがこういった角部分の処理ですね。壁紙ならどちらかに巻き込むことができるんですが、板の場合は何も加工しなければ小口が見えて見栄えが悪くなってしまいます。これをですねアングルで目隠ししていきます。まずアングルを高速カッターでカットしてビス用の穴をドリルで開けていきます。穴はですね、ビス同士が干渉しないように少しずつずらして開けます。穴開けができたら洗剤で洗って油を落として、錆が出ないようにクリアマット塗装します。
乾いたらビスで留めていきます。はい、こんな感じでアングルでの可動処理完了で今回の作業は終了となります。どうですかね、角に鉄の黒いラインができたことで引き締まった印象になったかと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではセルフリノベーションの様子や DIY のハウトゥー動画、デザインアイデアなどをアップしています。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回はですね、玄関を仕上げていきたいと思います。ぜひご覧ください。